はい、おまけの夜です。このチャンネルは深夜ファミレストークのひらめきがテーマのカルチャートークのチャンネルでございます。一歩でもね、映画が好きなら好きと言っていい場所でございますので、知識のあるなし上下をつけずに楽しくやっていこうというチャンネルでございます。はい、それではスズメの戸締まりネタバレなしレビュー。はい、ということでスズメの戸締まりね、初日朝7時45分のですね、日比谷 IMAX で、見てまいりました。今行くとですね、こういう新海誠本というね、インタビューの載った本が、ついてきますので、まあ結構ね、こうボリュームもあってね、素晴らしいものなので、今行くとね結構お得でございますね。はい、これからね、見に行くよっていう人もいると思いますし、どんな映画なんだろうってね、見るかね迷ってる方もいらっしゃると思いますんでね、コメントの方もね、ネタバレ等は、控えてくださいね。よろしくお願いいたします。はい、映画のねクオリティがね素晴らしいですね。はい、このね作品のクオリティの面で言うと、まあ新海誠さんのね、綺麗な背景とかね、エモーショナルなね、美術背景のね絵とかは健在でございますね。見てるとですね、なんとなくね、星を追う子供というですね、まあちょっと失敗した作品があるんですけれども、なんかね、あの時のね感じをちょっとなんかね思い出すような気持ちになりまして、後でね調べたら作画監督とかもね、その頃の、人がやってて、まあその人もね今までもやってるんだけども、なんとなくねその時の感じを、気持ちを思い出すような感じがありました。でもね、それもまた素晴らしくって、もうね本編の頭からケツまでね、もう、まごうことなきね、素晴らしきクオリティなんですよ。だからこのクオリティで見れるっていうのがね、やっぱりこんだけ金の、お金とね、時間をかけてる作品だけあって、やっぱりジブリとかね、まあ細田作品と、まああと新海誠監督の作品ぐらいでしょうね。こんなに、ワンカットワンカット全部の絵のクオリティが均一して素晴らしいっていうのは、アニメーション映画ではね、やっぱり、なかなか見れるものじゃないので、それを見るだけでもね、かなり見応えのある作品でございました。で、僕は IMAX でね、見たんですけれども、まあ綺麗でしたね。ね、作品の感じが、明らかにね、まあ今までの作品もそうですが、やっぱ映画館で体験してほしいというね、画角っていうか画面作り、また音響作りもね、されてるので、このね、IMAX で見ると、こうなるべく大きい画面、大きいスクリーンで見ることをお勧めいたします。池袋のね、グラシネが、ブラックパンサーでやってるんで、その正規画角がどうなのかとかちょっとわからないんで、上下のね、画角わからないんですけれども、おそらくどこの IMAX で見ても変わらないんじゃないのかなと思いますので、なるべく大きいスクリーンで見て、いただけるのが、本当にこの映画の没入感というかね、なんだろ、この映画がやろうとしてることのこの画面のね、奥行きっていう感じが、より際立って見えると思いますんで、これ映画館で見るか見ないかじゃ全然、話の感じがね変わってくるだろうなっていう、そういう感じの映画でございました。で、お話なんですけれども、お話はですね、かなり分かりやすいです。これね、まあネタバレじゃないと思いますんで、まあ言ってしまうと、新海誠版ロードムービーみたいな内容なんですよ。はい、新海誠版のロードムービーの映画でございます。で、かなり単、お話のストーリー自体はかなり単純明快で分かりやすいです。なので天気の子とかよりも、話はですね、すごく娯楽寄りというかエンタメ作品としての分かりやすさは、あります。はい、ただね、君の名はほど、なんだろうな、すごいもう誰もう本当に見たことがあるような恋愛ものっていう感じでもなくって、特にね、なんか面白いなと思ったのが、予告を見るとね、椅子になっちゃうね男の人が出てくるんですけども、このね椅子がですね一番アクションしますね。はい、この椅子が動かないんじゃなくって一番動きます。はい、この椅子のアクションが結構見どころで、物語全体の、なんて言うんだろうな、重要なね、こう、躍動感とか、アニメーションのね、動きとか、気持ちよさみたいなものを担ってたりして、そこが結構不思議な感覚で、ちょっとなんだろうな、だから、ファンタジーとしては、なんかそれこそ、不思議の国のアリスじゃないけれども、ちょっとディズニーのようなね、ニュアンスも感じさせる、そういった作品でございましたね。ラッドウィンプスさんのね、曲とかは、まあもちろん健在で、まあね、正直ね、その場面場面のね、まあ空だとかいろんな描写、草とか木だとかは、まあ既視感あるっちゃあります。はい、今までの新海誠作品で見たことあるような描写は多いんですけれども、ただそれだけじゃなく、ちゃんとね、後半あるポイントで、うお、これはあんま見たことねえな、すげえなっていうような、なんか空と宇宙が混ざったような、なんかそういった背景の
しかも動くんですよ、それが。なんかね、そこがすごく見どころあって、ああなるほど、ちゃんとね新しい表現っていうのもこの深海印の新境地みたいなところに、挑戦しているところもあって、そこもね素晴らしいなと思いましたね。まあ簡単にストーリーを説明すると、このね女の子がスズメちゃんって言って、まあ、ある日なんか扉がね見えちゃうんですよね。扉が見えてあるんですよね。でその扉からなんかミミズというですね、まあ予告でも出てるブワーってね霊体ミミズが出てきて、まあ白石監督みたいな感じの世界観になってって、まあそれが出てくるからそれを出ないように止めるというお話なんだけれども、この女の子がまあ巻き込まれ型の話ですね。である日それを見てしまい、それを止めていくと出会った男の人が椅子になっちゃって、でその椅子になるのをなんとか解決していこうというお話になってます。でそれがですね、まあ結構最終的には日本全体の大規模な話になりながら、この彼女のね、彼女の出生の秘密っていうか、なんだろうな、彼女の幼い頃のある問題とか、彼女の育ってきた彼女自身の問題に立ち向かっていくことになるというですね、まあそれぐらいですね、言えるとしたら内容っていうかね、そのお話は面白いのかどうなんだいって聞かれたらですね、愛も変わらず新海誠監督作品をちゃんとやってくれてますね。だからそこら辺好きな人だったら、抵抗なく見れると思いますし、まあでもあんまり新海誠作品の感じに得意じゃないんだよなっていう人は、まあでもやっぱりその感じなので、あんまり得意じゃないっていう人はね、それはやっぱりね得意じゃないと思います。はい、もちろんね、全年齢対象にね作ってるとは思うんですけれども、まあ比較的やっぱり中高生、小中高、若い人向けの作品なので、我々みたいなおじさんとかはですね、まあ多少ちょっとなんだろうな、その対象年齢に入ってない部分もあるとは思うんですが、ただ先ほど言いましたように、天気の子とかに比べると明快で、あとね、明らかにね宮崎駿監督作品を意識してるような、まあ、演出から、お話の作り方、また描写、明らかにそれやるんだ、しかも公言するんだみたいなシーンとかもあるので、まあ、そういったところもね読み解いていくと面白いのかなというふうには思いました。まあ話の内容がどうこうっていうだけじゃなくって、そのさっき言った画面とかアクションとか見たことない世界観みたいな、描写とか、痛快なストーリーみたいなもので楽しんでもらう娯楽作品としていくのも全然ありなので、まあね、先ほども言いましたけれども、まあ、これほどのね大作映画はなかなかないし、これほどクオリティのねアニメーション映画っていうのも、まあ見といてね損はないんじゃないかなと思います。で個人的に天気の子よりは僕は面白いなと思いました。で君の名はが、まあ、話として好きかどうかは別としても、僕としてはね君の名はですね、なかなかね好き嫌いで割り切れないぐらい素晴らしい点がいっぱいある映画だと思ってますので、まあ、君の名はがあって天気の子は僕はあんまりハマらなかったタイプの人間としては、天気の子より僕はこっち今作のねスズメの戸締まりの方が面白いなと思いました。ただ僕新海誠作品全部見てますし、小説もね何冊か読んでますけれども、まあ最高傑作かって言われたら僕は最高傑作まではいかなかったかな。でも新海誠節バリバリですんでね、ある種ナレーションでねポエミーなことを言うっていうのはもう最近ね近年の新海作品ではもうあまりやってませんけれども、でも内容的にはかなりポエミーな内容というか描写も多いなというふうに個人的には思ったので、まあこれから解説動画とかネタバレありのねレビュー動画をね出していきたいなと思ってますので、興味ある人はねぜひ見に行ってみてはいかがでしょうか。と入場者特典のこれめちゃくちゃいいんですけど、これねなんかパンフレット買うと、パンフレットこれでね内容的にねなんかあんまりなんかこれだけでいいかもなーみたいな、そんなに好きじゃない人とかだったら別にこれで十分だなって思うような、なんかそんなに内容がねパンフレットがあんまり力入ってないですね。はい、意外となんでなんだろうって思うんですけど、もっとね充実してもいい新海誠作品だったら、ね、もっといろいろできるでしょうって思うけれども、もうほんとエヴァとかねシン・ウルトラマンみたいな感じで充実したパンフレットっていう感じではなくって、なんか割と結構あっさりした、資料設定とかキャラクター設定とかもそんなに書いてないし、ちょっとねパンフがちょっと若干残念だったかなっていう感じ。てかこっちが充実してるから、そうこっちのねやつが結構充実しちゃってるんで、
なんかあんまこっちのパンフ買う意味がメリットがちょっと薄れちゃってるなっていう風には思いました。はい、やっぱ若い子とか、20代前半からね、中高生とかはね、ぜひ全然もう僕以上に全然楽しめると思いますんで、おすすめです。面白かったら高評価チャンネル登録お願いいたします。バイバーイ。